はい。<laughs> ヒップスチャンネルの時間です。ヒップスの坂本洋子です。この番組は美容と健康、アジアの美容状況をお話しする番組です。提供は美容室ヒップスでお送りいたします。美とリラックスの隠れ家、美容室と太鼓式マッサージ、美容送信マッサージが一つになった隠れ家的サロンヒップス。普段の喧騒をちょっと離れて心地よい空間とひとときを皆様にお楽しみいただければ幸いです。 電話番号は098-897-3995です。技能案 HIPS で検索してください。番組の最後には h i p ス s ワンポイントビューティーレッスンもありますので、最後までお聞きください。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは7 9 7 a t m a r k f m 技能 i n o 1 c o m また、FM 技能案ではユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 F.M. の F.M. ギノワのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いいたします。はい、おはようございます。はい,ます <laughs> はい、今日はちょっと遅れてしまったんですが、今着きました。はい、はい、間に合いました。はい、良かったです。はい、えっと。 今、あのうちのあのヒップスのお庭ではもうセミが鳴き出してワイワイ嬉し、はい、うるさいです。今日は朝も鳴いてたんでしょ。<ー>雨がちょっと止んでる時に、はい、もう夏になったなって感じで、もう今すごい蒸し暑いですよね、はい。でもセミの声聞くと嬉しくなりますね。うそうですね。はい、もう夏って感じで。 もうあのちょっと楽しいんですけどもえっ、ー、とあの今日はですねこの前あのファスティングのお話したと思うんですけど、はい、ファスティングやられてた方が3日間終えられて回復食も終えられてそのお話ししようかなと思います。はいはい、3日間もご飯を食べないで何も食べないで酵素だけを飲んで、はい、お,水とお水をしっかり飲んで。 であの3日間終わったんですけどもその間に送信マッサージを毎日来ていただいて受けていただくんですよ。でこの方はどうなったかといえばあのまず体の,あの調子ですね体の調子はなんか今はすごいすこぶるいいみたいですよ。あのこの方はずっと何て言うのかな胃,胃薬がお友達っていうかもう 結構ぽっちゃりさんなんだけど、はい、もう胃がいつも痛くてなんかあのいつも胃薬を飲んでいたっていう感じででなんかお腹が空いてないんだけどもあの今日はえ今はお昼ご飯だからお昼食べようとか夜の時間だから夜ご飯食べようって感じで食べてたみたいなんですよね。はい、でこれを3日間の断食することによって何かあの全然あの胃薬はもう必要なくなったってあのおっしゃってました。 ね、あの体の体重ですね。体重はそんなにあの3日間食べなかったからって言って23キロぐらいしか減らないですよ。そんなに、うん、あの減らないと思います。はい、あのでも。あのこの食べてなくって、あの送信マッサージ受けてるもんだから、あのウエストのサイズとか、うん、こあの顔の小ささ。あとかはもうすこぶる小さくな,、うん、なりました。あの、うん、今までパチパチでもうちょっとあのスカートも。 上の服は開け気味でもうそのままごまかして履いてたアスカードもちょっとちょっとダブ付きが出るようになってました。うん、本当にあのサイズはねすごい減ったって感じで喜んでましたよ。じゃこれ維持できたらいいですよね。そうそうそう。そのだからこの回復色がすごい大事でですね。うん、この回復を。 あのできなかったら、もう。私は本当にやらない方がいいって。何回も言ったんですよ。この回復食がこの3日間終わってからの方がもう一番辛いって言ってましたね。<ー>はい、もうあの食べれるようになったんだけど、このなんか重い湯みたいなから始まるんですよね。もうこれがもうすごい。もう嫌であのー。 重湯とか,あのなんかスープとかそんな感じで始まっていくんですよね、うん、それがもう本当にあの辛いって言って一番えでもずっと食べてなかったから、はい、きっと何食べても美味しいと思うんですけどそうでもないみたいです、えー、やっぱりあんまりその方のおかゆみたいな、まあんま好きじゃないと思うんですよねだから、うん、あのすごい嫌だったみたい、えー、でももうこれをおかゆじゃなくてもスープとか何でもいいんですけど、まあ、味が薄いの、はい あ,のあんまり急に塩分とかそんなの入れない方がいいので味が薄いものをあの食べていただくんだけどこれがもうなんか一番辛い今まででこの3日間よりもあの辛いって言ってましたね。 へはい、食べないことよりちょっと入れてしまうとまたいっぱい食べたいしおいしいのいっぱい食べたいじゃないですかせっかく3日間も食べてちょ,ちょっと食べて、はい、止めるのが難しいそうですねちょっと食べて止めるのも難しいですね<ぁ>本当にうあのもうなんかもっといいの食べたいって思うはずへ<ー> <laughs> いっぱい食べたいと思った思う思いとかが何日続くんですか でもこのファスティング徐々に増やしていくんですよファスティングやった日にちぐらい本当はやったほうがいいんですよ3日間やったら3日間ぐらい2日間ぐらいでもいいですから徐々に徐々に増やしていくいやでもこれなんか家族とかも協力しないともし横でこうなんか食べられたりしたらもうたまらないじゃないですかもうなんかもう回復したみたいな感じでわって食べたくなるんですよねなんかあの この話をなんかあのうちのお店でちょっと一生懸命やってる時期があってもうこれ本当にファスティング久しぶりなんでうちはでもあのとっても一生懸命やってる時があってあの何人かお客様やってる時があったんですよね。そのののの時にここ話をちょこっと聞いてあのまあまほらあの 確かにうちにマッサージに来たら3000円お金いただくので、まあ自分でやろうと思って、うん、別にそれはそれでいいいいんですけど、うん、自分でやられてやっぱりあのなんていうのかな終わった瞬間にわーって食べて、うん、何もならなかったっていう方が何人かいました。う<わ> <laughs> いや、はいそう、確かにやらない方がいいですね。はい、そうなんですよね。かうん、だからあの誰かがついてた方がいいっていう感じなんですよ。うんうん、だから回復の時もマッサージに来てもらうんですよ。うん そうじゃないともうお話もしないとちょっとあの持続でできないい、うん、難しいです <laughs> 家には誘惑がねそうです家どころかもうねもう職場にももう何もかもが誘惑だらけなので、うん、ちょっと難しいんですよね、うん、本当に何も食べないよりちょっと食べてしまう方がちょっと大変だと思います うん。でもでもこの方あの肌も綺麗になってるって言ってたし、うん、なんか集中力もついてるって言ってたし、うん、なんかあのあれですよ。ウエストサイズも相当減ってるので、なんか。まあ自分的には満足って感じで。またあのもうちょっとあの大幅。あの原料を目指しているので、1週間に1回。1日だけは1日だけっていうか、朝と夜を抜かして。お昼は食べて。うん、あの？ そんな感じのポチ断食をちょっと1週間に1回ずつやるっていうことを約束していてそのぐらいだったらななんかいいいと思いますそれであのちょっと続けていくって感じであのそ,の、まあ、その時もあのうちにマッサージに来てもらってであのそれでちょっと1週間に1回あのやっていきましょうねっていう感じでちょっと計画を立ててあの、うん、もう1 0ロぐらいは頑張って痩せようって思って。あの まあ、私がやせるわけじゃないんですけどお客様の時、うん、あの約束してね今あの頑張ってる途中なんですすごいなじゃあ普通の生活しながらそういうことされてるんですねあのねあの休みの日とかも、うん、休みの日でやられた方も結構いたんですけど、はい、今までに、うん、でももう私が進めるには私もちょっとやったことがあったんですけど、うん、やっぱりあの仕事が忙しいときの方がやりやすいみたいな。うんうん そのの間食べ物のことを忘,れてる忘れてるし <laughs> なんか一生懸命、ね、違うことをやってるじゃないですか集中力にはちょっとかけるんですけどうん、うん、お腹が空いてるのでうん、うん、でもなんかあのやりやすいかなと思います。 なんか何もしないとき休みの時って食べたいいいじゃなですかや私のイメージでは断食はなんかお寺とかで座禅とか組みながら一日何もしないみたいな水だけ飲むみたいなそんなイメージだったんですけどそういう方も結構いらっしゃったんですけどでも私はちょっと忙しいときのほうがやりやすいかなってまあそれぞれタイプがあると思うんですけどなんかその方がいいかなと思ってます。 頑張っては欲しいですけどね <laughs> せっかく始めたんだったらねそうそう、うんうん、体質改善にもなるし、まあ、ダイエットもあの目指して頑張っていますね, <laughs>、うん、<laughs> ね私もちょっとちょっと最近はぽっちゃり気味なので自分もやらないといけないかなってちょっとプチ断食ぐらいやってみようかなと思ってます。 いややらなくていいんじゃないですか。<laughs> 全然普通じゃないですか <laughs>、まあ。そうですね。もう年も年だから、うん、私はある程度年齢が行ってきたら、あんまりあのー、私ぐらいの年齢になってきたら、あんまり細くなりすぎてもちょっとあの大変かなっていうのもうちょうどいいぐらいですよ。うん、どうですか。もうじゃあもう安心しときます。<laughs> はい、<laughs> はいはい、はい、そんな感じで、はい一曲いきましょうかね。はい、ありがとうございます。 イップスチャンネル始まってます。はい、ヒップチャンネルです。はい、えー、っと。<laughs> <laughs> はい、あの今あの湿気の話をしてたんですけど、やっぱり髪型があまり、あの今くせ毛の方もあの多いので、今なんか,か湿気があんまりあったらうねうね。して、なかなかあの髪型決まらないっていう方多いと思うんですよね。この話ちょっとしようかなと思って。はい、もうすごい湿。 もういなんかあのもうこの間クーラーうちかけてたらお店かけてますよねもちろんそしたらもうなんか窓という窓が全部曇っていてそれが面白いのになんか中が湿気であの濡れてんのかなと思ったら外が全部なんか曇っていて。 えー、<ー>こんな風になるんだなと思ってすごいなんかもう全部曇りガラスのように外は見えない状態によくなってますね <laughs> お店とかでも見てて、はい、あ,あんなに曇って大丈夫かなってうと,ころとかねすごいですもうなんかであの今やっぱりあの髪の毛であのお客様多いのやっぱりストレートパンマなんですよねもうどうしようもなくなってう,んあのうねうねしてるとか言って。 湿気多いとうねうね。するんですか？はい、くせ毛の方はね。あの湿気含んでん水をなんか水,水分をいっぱい含んでうねうね。うねうね。出てくるみたいなんですよ。で、あのストレートパーマもまあいいんですけども。最近はなんか？私あのわざわざあのー、結構空いたりして、あのー、このうねうねをもっと出して。 パーマのように <laughs>、なんか、はい、あの、癖毛を生かして、あの、やる場合も結構多いです。ええ、はい、それいいですね。うん、はい、割と、あの、うん、まあ、あまりロングだと、そんなに。ちょっと、あでも、できる方と、まあ、できない方、ありるんだけど。うん、あの、やったりしますね。で、ショートの方なんかだったら、おかあの、娘さんが来られて。このうねうねをいっぱい出して、あの、ショートカットにしたんですよ。うん、そしたら。超可愛い,いとか言って、うん、お家帰って。 で次にお母さんが来て、うん、その日のうちにですよお母さんがお母さんも同じ化粧だったんですよああなるほどと思ってでお母さんもやってほんでまた帰ったら今度お姉さんも来てへえいやもうじゃあよっぽどみんなお気に入りになってな,なんかもううねうねを出した方がいいんだみたいな感じ今まで押さえつけなんか閉じ込めることに一生懸命でしたみたいな感じでんなんかすごい喜んでいただきます。あーよかったたですね、はい、家族中みたいな 生 <laughs>、ね、かしたほうがいいですよ生 <laughs>、ね、かせるならね生かしたほうがいいと思います、うん、でもまあでも本当はなんか癖毛の方は私生かしたほうがいいんじゃないかなと思うんだけど、うん、案外ストレートが好きっていう人の方が多いですねあ<ー>あのなんか憧れがあるのかまたあのちょっとパーマかけたらって言ってもやっぱりあのなんかあのまっすぐがやっぱりあの好きみたいですよね。 んか息かなと思ったら雷すかいてて自分があって言ったのかなと思ってびビッちょっとね。ヘッドホンして喋ってるからちょっとどこの音源どこかが分からなくて怖くなりますねちょっとねね雷もあって雨もすごいですね。すごいって感じでも梅雨ももう終わりですかねこれ最後ですかね。 いつもだったらもう開けてますよね。<あ>そろそろね,そ,ねそろそろかなと思いますけどね。うん、うんうんなんか。でも今年割と少なくなかったですか？雨ね。うん、あれが多かったですね。あれが多かったような気がします。うん、その前は結構降ってたんですけど。うん なんかその後は結構晴れてますあ大峰さんが雨雷がすごいっすわって、はいね、そう本当にすごい宜ノ湾もすごいですもう海見えない <laughs> いつもね海がきれいに見えてるんですけどはい、はい、も真っ白ですね今ね真っ白で、うん、なんか私雨も結構あの好きではあるんですけど、うん、あんまり大雨は好きじゃないですね <laughs> 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 そうですすねちょっと怖くなりま何か壊れ家壊れないかなみたいな台風みたいでしたもんね、はい、昨日もねはいなんかねあのヒップス結構あの外人住宅でね、はい、古いんですけど、はい、あの最初もう56年前になるんですけどこの台風の話になってるんだけど、うん、台風がねあの恐ろしいぐらいあのひどい時があって、うん、そしたらある時あのこの台風で隣のねなんか あのビニールみたいなトタンあるのわかりますトタンだけどなんかプラスチックみたいない金じゃなくてあれがなんか古くてちょっと劣化されてたみたいでうん、うん、これが全部壊れて。うんうん